はじめましての方も、二度目まして以上の方も、おつまわり、かしまわりでございます。はい、今日は視聴者様からの質問にお答えしていくコーナーでございます。はい、本日の質問はこちら。鹿島歴代ベストイレブンはいろいろなところで出ていると思いますので、鹿島歴代ベストサブメンバー、切り札やクローザー、サブゴールキーパーなどを選ぶとしたら、鹿島有さん的にはどのような選手が入ってくるとお考えでしょうか。はい、という質問が参りましたので、こちらに答えていこうと思います。はい、そうですね。というわけで、少しいろいろ考えてはみたんですけれども、実際に鹿島有が試合でチョイスして采配を振るっていくような観点で少し考えてみようかなと思います。はい、で、その観点で考えると、ポリバレントな選手をどう組み込むかということと、スペシャルな選手をいくつかの局面から考えうる形で、算出して、そこから独断と偏見で判断していこうかなと思います。はい、もうまずじゃあ分かりやすいところからいこうかなと思います。おそらくゴールキーパーですけれども、ほとんどの鹿島サポーターの方はこの方の名前が上がってくるんじゃないでしょうか。はい、小澤さんですね。もう史上最強の第2ゴールキーパーと呼ばれている方でございます。サッカー選手としても人としても素晴らしい方で、常に準備を怠らず、出てきた時には自分のベストパフォーマンスを出せるような準備を常にしている方でした。ですので、もうゴールキーパーに関しては彼がもう真っ先に名前が上がってくる選手なんじゃないのかなと思います。はい、で次にポリバレントな選手をどう組み込んでいくかということなんですけれども、個人的には後ろと前で一人ずつポリバレントな選手入れていこうかなと思っております。後ろの選手の方でポリバレントな選手を入れておくと、やっぱり鹿島有のその采配を振る上で、やっぱり前線の選手っていうところをどう組み替えていくかっていうところが重要になってくるかなっていうふうに思っておりますので、後ろの選手がどちらかといえばメインになっております、こちらは。はい、でまず一人目がディフェンダーとして青木武史ですね。本職はボランチですけれども、センターバック、両サイドバックができると、カバーができるといったところで、やはり前線のチョイスに幅が出せるといった選手ですね。で次が、ボランチからということで考えると、増田千佳史がここに入ってくるかなと思います。センターハーフと、両サイドハーフとトップ下と、もう一つ、右サイドバックもね、彼はチョイスされることもございましたので、そういったところからも観点からも彼を入れてもいいのかなと思いますね。あとはプレースキックも持っていますし、なぜか増田千佳史という選手は途中から出てきてヘディングで点を取るっていうようなイメージが、ございますので、彼をここでチョイスさせていただきまして、ここで3人ということですね。はい、であとの残りの4人、こちらもスペシャル枠という形になってまいります。はい、でちょっと外国籍枠に関してはちょっと考えてないです。でそのまま名前を挙げていくんですけれども、次はダニーロですね。はい、もう言わずと知れたクローザーでございます。サイドでの高さも活かせますし、セットプレーからの得点、頭の得点っていうのもありますし、何よりその懐のね、深いキープ力、時間を使ってくれるキープ力を持っている選手ということで、クローザー枠で彼をチョイスしております。でもう一人、外国籍枠選んでるんですけども、ここはカイオですね。もう圧倒的なスピードと、この打開力といったところでスペシャルな能力の持ち主と、で、局面の打開と縦の推進力によるカウンターも狙えるといったところで、ビハインド状態でも、リードしている状態でも起用がしやすい選手になってきます。はい、でもう一人が、フォワードで長谷さんをチョイスしております。超人と呼ばれたように、ヘディングが強いと、高さがあるといったところで、パワープレーであったり、あとは縦に長いボールを入れて陣地回復であったりっていうところに貢献できる、プラス得点能力が高いということで、こちらもやはりビハインド時にも
あのリード時にもどちらでも起用ができる選手だっていうような形で、鹿島割的には選ばせていただいております。まあ、相手 の、 そのセンターバックの高さだったりだとか、まあ、そういったところの部分で見ていくようなところですね。だからダニーロがサイドで高さの起点が作れるようだったら、僕は別に長谷さんを出さないでっていうこともできるでしょうし、そういったところでいろいろとその組み合わせの中で考えていきたい選手というところですね。はい。でもう一人フォワード、最後が真中ですね。はい。あの元祖鹿島のスーパーサブと呼ばれた男でございます。なんでそこにいるんだ真中というね、ポジショニングが上手な選手でございまして、あのいい意味でパルプンテ的な起用がいい意味でできると、監督としてちょっとこう少しギャンブル要素を組み込みたいなっていう試合の中の流れの中で、やっぱりちょっとこう安定しすぎる試合の中にこう少しカオスの部分を少しポンと入れたいなっていう時に起用ができる選手かなと思います。裏抜けでカウンターも狙えますし、そういったところの部分で起用が考えられる選手かなと思います。はい。というわけで鹿島割が選んだベストサブメンバーの7人は、ゴールキーパーが小澤さん、ディフェンダーに青木武、ミッドフィルダーに増田近志、ダニーロ、カイオ、フォワードに長谷さんと真中というチョイスになっております。はい。まあ、個人的にはね、あのユーマだったり田代だったりっていうところもチョイスしたかったんですけれども、やっぱりちょっとスーパーサブとかっていうイメージがすごい強いのはどうしても長谷さんの方が強かったんで、そちらをチョイスさせていただいたというような形で、おそらくこれもね、あの鹿島のベストイレブンなんかもそうですけど、いろんな選択肢がきっとあると思うので、ぜひとも皆様のね意見なんかも聞いてみたいなと思うネタかなと思います。非常にね考えていて楽しかったですね。自分が采配振るう時にこういう選手欲しいなっていう選手を昔の鹿島の選手で当てはめていったりとかしながら見ていけるのっていうのはなかなかね、あのない機会で面白い機会だったなと思います。ぜひね皆様もこちらのものをやっていただきたいなと思います。はい。ではね、本日はベストサブメンバー、どういったメンバー、歴代のベストサブメンバーどういったメンバーになりますかといった質問に答えさせていただきました。はい。ご視聴ありがとうございました。いいねと思った方、興味を持った方、鹿島を応援してくださる方はいいねボタン、チャンネル登録をお願いいたします。はい。それではまた次回おつまわり。